台風6号は沖縄や奄美を暴風域に巻き込みながらゆっくりと東へ進んでいます明日になると次第に進路を北寄りに変え水曜日から木曜日にかけては九州に上陸する恐れがあります県内は水曜日から木曜日を中心に荒れた天気となる可能性があります